はい、皆さんこんにちは。今回は内藤裕二さんのスクール第2弾でございます。さあ内藤さん、はい、よろしくお願いします。あ、どうぞ。早速もう第2弾ですからね。はい、はい、よろしくお願いします。松山のまだちょっと痩せてますね、松山。もう、こう、そうですね。はい、4年前ぐらいから、これは、TPC ソーグラスの時のスイング。この頃、今のスイングももちろん大好きなんですけど、この時のスイング、はい、この時僕、すごい好きだなと思って、で、雑誌社の人に頼んで、写真もらったんですけど。どんなとこが好きなんですか？そうですね、僕は結構、自分が違うからっていうのもあるのかもしれないけど、まずこの構えのバランスが、細かいこと言うと切れないですけど素晴らしいなと思うのと、やっぱりスクエアからフェースがややオープンまであるぐらいな感じのところから、はい、この締めてダウンスイングしてきて、はい、でこう最高のインパクトして、軽いフェードから軽いドローの間で、ちょっとでも緩むと右に擦るっていうスイングが、一つのこう僕理想じゃないかなって思っていて、であとはやっぱりその彼の体の柔軟性、はいはい、やっぱりこの、俗にこの三角形ってね、この肩と腕でできるこの三角形っていうのが、はい、こんなに大きく回る人ってなかなかいないと思うんですよね。僕谷原プロ契約した時、はいはいはい、谷原もこういう感じのタイプ、そうですね、谷原も僕平塚なんかもそうですけど、僕好きなんですよ、すごく。グリップスピードが速い人が好きってことですか？要するにそう、ね、グリップスピードになるのかな、要はここのまま、でも胸椎ってあるじゃないですか、はい、胸椎がこうぐっと回旋して、はい、この腕と体の運動量が全く変わらないっていう、こういうね、そう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 、これはダメってことですか？これが好きじゃないんですよ。これね、そうだから徹底的にやらされたいな、これを。これをずっとこれを僕今思えばよくこう器用さでここまでシードをずっと続けてた、横田慎一プロにこれやってくださいって言ったなって。いやいや、でもそれ落ちたから10年、11年かな、シードを持ってたの。そうです、今更基礎練習よくやってくださいって言ったなって僕も自分で、いやいやいや、よくそんなこと言っちゃったなって思うぐらいです。でもそれですぐシード復活できましたから、もういや、それはもう何やっても基礎ですよ、何やってもね、いやいや、当時ちょっとねボールぶつかっちゃったりとかいろいろあったじゃないですか。こんな不運な、そう、こんな不運なところにいるのかと。シード落ちました、うん、渋谷税務署来ました。ちゃんと真面目にやってるからそんな取られなかったんですけど、うん、でその後中耳炎が悪化して、うん、あった時系に入院したんですよ、2週間ぐらい、うんうん、1000人に1人ぐらいのなんか耳聞こえなくなっちゃって、はいはいはい、耳チューブ入れて、うん、ほんで年明けにヨガカントリーでこうやってレーザー測ったらゴーンってボールが当たったっていう。でうちにレッスン来てもらったらなんかサングラスみたいなのかけてて、どうしたのって言ったら、これをピャッとここに真っ青で、どうしたのって、こんな不運な人、この今ゴルフ界で一番不運だな、この人だなって僕思いましたよ。マジで、どんだけ不運なんだよって、2006年。ねえ。そう。で、その後すぐ神社行ってお参りして、あ、うん、ただスッと抜けましたけど。なるほど。で、そう、内藤さんのところにこう駆け込み寺に来たわけ。そうですね。で、うん、ずっと練習してくれててっていうのはありましたね。1、2年バッチリもう基礎練習ばっかりやらせてもらって、うん、はい、そっからシード復活させてもらって、いえいえいえ、もう不運が普通になればシード復活するってことですね。え、これジャスティン、ダスティン・ジョンソン、はい、この時のスイングより今の方が好きですね。まだ痩せてるな。これまだ最初に世界ランバーになった頃なんで、同じぐらいの時ですね。なんか横振りっていうか、もっと。そう、そうそうそう。うん。僕あんま好き。この時は、これはなんでやってるかっていうと、はい、多くの人が、アマチュアゴルファーの方ってオープンフェースで、はい、オープンフェースからキャスト
でカットスイングな人多いじゃないですか。なるほどなるほど。そういう人の時に、あのこんなハンドファーストで打つ人いるんですよっていう、あのシャットフェースから、はい、あのまあこの小屈って、僕あんまりそこは言わないですけど、でこういう風にして、でそこからハンドファーストして打つ人いるんですよっていう、あのこうやって打てばクラブはキャストしないですよっていう、でクラブもインサイドから来ますよっていうことを説明するのに、まあ、ここにあると、なるほどね、はい、このスイングがベストだと思ってるわけじゃない。ベストはやっぱりこうタイガーの2000年のタイガーってやっぱり世界歴代1位と言ってもいいんじゃないですかね。はい、パじゃない、この地面反力のこの蹴り、蹴りここの沈み込みからのですね、からのこの蹴り上げ、からのもう頭がビハインドザボール、もう効率、円運動をどんだけこう効率的に使ってるかっていう。だからゴルフスイングの理論ってこの頃ってもっともっとテクニック的なところが多くて、こういうなんかこう体の力をこうフルに使いながら、なおかつ技術もっていう人ってなんかどっちかによってて、パワーの人は結構いたけど、やっぱりでも強い選手はどっちかというと技術より、もうとにかく曲げないっていう人の方が多かった中で、タイガーはもう圧倒的な飛距離と技術を両方兼ね備えた人で、でタイガーも最近のインタビューで圧倒的な飛距離で当時あの1990年代後半から2000年代前半くらい勝ってたのは、自分とジョン・デイリーしかいなかったと。でその頃の自分に憧れてるっていうのね、そのタイガー自身がインタビューで言ってて、だからこの時のスイングっていうのをすごい、この時とあと子供の時のスイング、あの全米アマー3連勝したりとかした時のスイングを毎日見てるらしいですね、タイガー。だからまあ膝あんだけこうガーッて踏み込んでクガジャーンってなるぐらい跳ねてギャーンってなっちゃったら、なんかね、昔ダンロ・フェニックス日本来た時にそのアップの映像をね、ギャーンってなったんだけど、これは膝痛めるよなってやっぱり痛めちゃいましたもん ね、 ね。だからこのこういうそのスピードと強さを兼ね備えてる人はどうしてもやっぱり怪我のリスクってあって、だからケプカもそうじゃないですか。ケプカも今膝やっちゃったんで、やっぱり僕ねそこまで体詳しくないですけど、筋肉は鍛えられるけど腱は鍛えられないってよく言うじゃないですか。で腱の強さとかで怪我しないかどうかっていうのはやっぱりこれ結構そのなんですか、生まれつきのものがあるらしくて、なんかピッチャーなんかもこう金田翔一さんみたいにもう何球投げても腱がびくともしない人もいれば、結構早くに投げすぎてしまうと腱が傷んでしまうっていう人も、これはもう生まれつきなもんらしくて、やっぱりどうしようもなくて、タイガーも多分このスピードにはちょっと腱が耐えられなかったのかな。ですよね、すごいスピードじゃないですか。ありますよね、千馬力、千馬力、千馬力。やっぱり田中秀道さんのもすごかったもんな。やっぱあのね、あの体格、細い体格で、あのスピードはすごかったじゃないですか。びっくりしたもんな、ビザ太平洋に来た時、ちょっと全英オープンかなんかで活躍してすぐ、日本チャッと来てすぐ2位になったけど、もう秀道さんのあれはボールだけカツンで取ってピャーって吹き上がりドロー。僕らも結構研究しましたよ、当時田中秀道プロのスイング撮らせてもらって、あの日本シリーズの会場とかで撮らせてもらって、あの結構研究しましたよ。そうですよね、はい、だ僕内藤さんが僕のスイングを保存しと取っといてくれたから、はいはい、そう僕横田ベースで、はい、あの自分の一番良かった頃のスイングって、内藤さんにいろんな映像をいただいて、今でもありますよ、あの三菱ギャランとかのあの頃のやつとか。そうですよね、はいはい、そう、だ横田ベース開業する時も内藤さんに全部お世話になって、はい、いろいろ仕事でもお世話になったっていう。いえいえ、まだ、よかったらまたあの動画送りますいろいろ資料があるので。ありがとうございます、はい、キャメロンチャンプとか、あの すごい動画とかありますよ。そうですか、はい、ちょっと見ます、キャメロンチャンプ、はいはいはい、ください。
すごいな、はい、どうぞ。これどこで撮ったんですか？これリビエラカントリークラブです。あ、リビエラで、はい、今年ですよ、今年の2月。すげえな。あと例えばこれなかなか面白い映像で、はい、ショーン・フォーリーがいて、はい、でお父さん、お父さんメジャーリーガーですよ。あ、そうなんですね、はい、へえ、やっぱそういう DNA を持ってるんだな。そうで、おじいさんは軍人。へえ、頭沈み込みながらの、まだ沈み込みながらの、くー、蹴り上げ、半端ない、ハンドファースト、なんだよ、これ、こう、ジュニアの清水蔵之介君がそのまま大人になったみたいなスイングですね。蔵之介で、蔵之介も時々打ち、ね、なんかよく合宿とか一緒になんかお世話になったり、ね、たまに、はい、してるみたいです。蔵ちゃんもここだし、はい、そう、蔵之介もちっちゃい時からね来て、彼はもうちっちゃい時からのスイングですけどね、あのちょっとこう反る感じのね、スイングですけど、でもあれもやっぱプロギアの中村さんと相談しながらなかなかクラブを、うん、伸ばさなかったのが僕構想したんだと思うんですよね。それはよくご存知で、そうなんですよ、はいはい、あの当時ね、はい、今は飛んでるじゃないですか、うん、背も大きくなったから、うん、彼は背が大きくなるタイミングがちょっと普通他の子よりちょっと遅かったのかな、うん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 、でちっちゃかったんですよ、はい、だからそれで中村さんがシャフト長くしなかったんですよ。で、うん、その時お父さんすごい言ってたのが、うん、いや同年代の子が、でライバルの子がすごい長いシャフト使ってめちゃくちゃ飛ばしてるんですよ。で内藤さんどう思いますかって言われて、で中村さんと相談して、今は伸ばさない方がいいってことになってるんですけど、それでいいですかって言われて、いや絶対その方がいいですって方が言って、あのシャフトはあの背は勝手に後で大きくなるからその時に伸ばせばいいん で今はやっぱりそのシャフト長くしすぎちゃうとスイングが、まあそれで悪くなっちゃうから、やっぱりシャフトはちょっと今はちょっと我慢してくださいって言ったんですよ。そうですよね。でそしたら、いや、まあ本人も結構置いてかれちゃうからって言って、それがまあ自分が大きくなって今普通の長さになったら今すっごい飛んでる。そうですよね。で絶対その方がいいですよね。そうなんですよ。だからそこね、結構ジュニアゴルファーを教えてる、ね、あのコーチの人、お父さんお母さんとかにはやっぱ伝えたい、そうですね、うん、でも丸山さんのね、ショーン君だってなかなか伸ばさせてくれなかったですもんね。そう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 、すごいこだわってましたもんね、うん、だからそれすごい大事なこだわりだと、大事なことですよ ね伸ばせば一瞬で飛ぶようになるけど、うん、多いんですよ、もう、はい、ちっちゃいのにすごい長いの使って、はい、もうヘッドがこんなになっちゃって、はい、あの、はい、このフラットだからね、ヘッドこんななっちゃって使ってること、そうしたらもうものすごい左向いてることと同じになっちゃうじゃないですか、フェースが。それでスイング作っちゃったら、もうそもそもダメだし、まあ長さにも振られちゃうしっていう。そうですよね、うん。手打ちになっちゃいますもんね。そうなんですよね。はい。あれ、ちょっと話変わりますけど、はい、これじゃないですか、ベン・ホーガンのウェッジじゃない、アイアンね。アイアン。はい。ね。めちゃくちゃ古いじゃないですか。そう、何年ものか分かんないですけどね。これこれ、いや、こういうのを横田プロが見てどう思うかみたいな、うん、結構興味ありますね。いやー、いいね。ちょっと、ちょっと見せてください、これ。いや、綺麗な顔してるよな。全くこの頃のやつって被ってないんだよな。ああ。
だから弁法眼って、うん、まず俺に習うならまず俺と同じクラブをまず揃えろってそこから始まるっていうのを聞いてるんですけど、やっぱりそのくらいやっぱりクラブに造形が深いと思うし、そうですね、まあ、自分でクラブの会社作ってね、うん、ボールも初めてあの全部あの食塩水に浸して軸のズレがないやつを自分で探して使ったっていう、あ、そうなんですか、そう、あの初めての人だって言った。ほら全く被ってないもん。へえ、ほらこれ見てくださいこれね、ちょっとさこうやってで面はかぶってないのにほらリーディングの頂点はほら先に行ってるから、カメラ止めといて、カメラ止めといて、あるかな、リーディングの、じゃあこっちは削られてるけどこっちは残ってるでしょ。だからこうやって構えたら二次元で構えるとちょっとフックフェースなんだけど面がまっすぐ向いてるの、うん、だからここのここのね、ここリーディングがフックっぽいのはちょっとこう安心感もあるし、右に抜けそうじゃないけど面は左向いてないって、ね、そう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 、うん、いやーいいなー。でこれスクープソールなんですね。ああ、バンスが、バンスがない。こうシャフトを入れるといいか、ちょっといい、シャフトを入れて、こうか、こうやると、こっちが低い、スクープソール。一般的に言うとね、バウンスがあった方が優しいっていう。僕が使ってるアイアンはめちゃくちゃバウンスがあるんだ。全然違いますね。ね、全然違う。これあれなんですかね。ずっとパンオン率1位だった湯原さんもめちゃくちゃスクープソールだったですよね。ねえ、いやそれ聞いてる中、その湯原さんがねパンオン率それでずっと1位だった、湯原さんのそのクラブへのこだわりっていうのもぜひ聞いてみたいです ね。わざと溝曲げて作ってたりしてましたもんね。でサンドウェッジ、うん、これがロフト55度、うん、フォークの選手がだいたい56がベースだったときに、はいはい、弁法眼だけは55度が一番開いてるロフトだったっていう話で、嬉しいな、ちょっと、うん、僕もみんな50、58とか入れてるのに僕56。なんか58って PGA ツアーとかだと入れてる選手あんまりいないじゃないですか、うん、で僕も58が悪いとは思わないですけどもちろん、はい、ただやっぱりタイガーがこうずっと活躍してる、僕あの、はい、タイガーがここまでの全部の優勝を最終日を全部こう振り返るっていう番組がこうゴルフネットワークでずっとやってたんですよ、うん、で僕も何試合か担当させてもらって見てたら、うんうん、タイガーって60度使うシーンってすごい少ないんだなっていうのが改めて分かって。そうなんですね。バンカーも56が多いし、はい、バンカーも56が多いし、で通常のグリーン周りのアプローチなんて56でもない、むしろ例えばピッチングもよく使うし8番アイアンとか使う時もあるし、で60度を使ってるシーンっていうのはすごく少ないんだなっていう、要はこうコレクションエリアみたいなところにこう落っこっちゃって上にもこうふわっと上げなきゃいけないときは60度使ってるけども、でもタイガーってマネジメント完璧だからそういうところにはまず外さないじゃないですか、めったに。でそうすると多分60度を使わなきゃいけないシーンっていうのがタイガーはなくて、ショートサイドのバンカーとかもタイガーはまあほぼ入れないし、だからそういうふうに思うとタイガーって60度って多分使う頻度って他の選手より相当少ないんだなって。そうなんですね。そうなんだ。僕もだって60度ってなんかいらないんですよね。タイのペッタペタのゴルフ場行った時とかはさすがにこう、なんかいるなと思うんだけど、まあ技術があるからっていうのもあります、ね、技術がないから。あの、いや難しいんですよ、58とか60って滑っちゃうから。
でも緊急事態にピャッて開いてスッて打つこともできるじゃないですか、うん、まあ、浮いてりゃ、ねね、浮いてるだけどやっぱりこう僕が、アマチュアゴルファーの方に60度とかを勧める理由としては、はい、うん、フェースを開くのが苦手じゃないですか、はいはい、多いですよね、うん、だから普段は60度は例えばワンラウンドして1回も使わなくてもいいから、一応入っててバンカーとか入っちゃったら、うんうんうん、でショートサイドとかの時は、うんうんうん、60度入れて、なるほど、ね、そこでバンカーとか使ったら、あとは、うん、ちょっと下ったところとかから上げなきゃいけないとか、うんうん、で飛んじゃったら絶対ダメっていう時は60度だったら便利なんで、やっぱフェース開くの方が一般の方やっぱ苦手な方が多いんで、なるほど、そう60度入ってた方がいいかなって、なるほど、でだけどあんまり使わないっていうふうによく言いますけど、なるほど、はい、そうなんですよね、うん、横田プロパッて開けるから、うん、その開けるプロはまあ開ける人がほとんどだと思うんだけど、アマチュアゴルファーの方って開くの怖い人が多いのでね、うんうん、僕の場合はですね、60度を右に足に置いちゃうとリリースがこういつまでも遅くなっちゃって、うんうん、こう調子悪くなっちゃうんですよ。ああ、それはありますよね。だってバウンスも当たんないし、うん、ね、だからこれが、まあ、なんかアプローチの苦手な人ってみんなこうこれがいかなくて結局みんなイプスになるじゃないですか、うんうん、はいはいはい、ハンドファーストになっちゃってね。そうなんですよ、はい、だから信号に僕56度とか7度のウェッジ 使えてるんですっていうのを聞いて、僕アプローチプスが相当良くなったんですよ、ね、それ僕も動画で見ましたけど、それはでも本当にそう で、はい、僕アマチュアゴルファーの方はもっとだと思うんですよ。57じゃなくて52とか、はいはいはい、まあ下手したらピッチングとかをちょっと開いて柔らかく使うことができればウェッジ そのソールを使うっていうことがすごく分かってくるから、うん、もうプロは言ったってもやっぱり12フィートとかのグリーンでやらなきゃいけない、コンパクションも硬いところでやらなきゃいけないんで、うん、あんまり52度とかで使わない、やっぱり57とかを使うことが多いと思うんですけど、うん、アマチュアゴルファーの方はもっとグリーンスローだし、うん、コンパクションも柔らかいコースの場合は、うん、その57でもなく、はい、52とか50とか、はい、もしくはピッチングとか、そうですね、まあ、そういうのでちょっと開いてふわって打てたら、はいはい、まあ、すごい楽になるし、そのハンドファーストの癖っていうのは治ってくるんじゃないかなと、ね、うん、思いますよね。だからこの間ぽっちゃり王子にちょっと QT の時中断があったから、うん、中断というかまあちょっとスタートがディレイしたんで、うん、なんかみんなでくっちゃべってたんですけど、うん、なんかアプローチどうこういうカラーからどうやれば楽に打てるのみたいなこと言ったら、ヨウさんの若干こう最下点がこっちになっちゃってるから、うんうん、ボールのこっち側を振って最下点こっちにした方がいいですよって言われて振って、またそれもまたいいことをした。そうそう、手出ないですもんね。そう、うんうん、だからなんかそれでね、また楽になったりして、だから丸山プロがちょっとライが悪いなって思った時どうしてんのかっていう話を聞いて、この取材にね僕立ち会って、はい、したらちょっとライが悪いなと思ったら、うん、両手のグリップをグッと強く握るんだっていうんですよ、はい、普段より、はい、そうすると、うん、よりこの遊びがなくなる、あ、なるほど、から綺麗に入るから、ちょっとライが悪くて、あとメンタル的な多分安心感もあると思うんですけど、ちょっとこれペタペタだなとかちょっと砂っぽいなと思ったら、うん、グリップを両方右手も左手もグッと強く握って、強く握ったまま打つって言ってました、うん、そしたら手出ないじゃないですか。なるほど、うん、言ってましたね、なんか丸山さんも神の息でもそういうことやるんだな。すごい考えてますよね。でも丸山プロはこうアプローチうまいのはね、もう神の息のうまいけど、はいはい、僕も歴代で丸山プロよりアプローチうまい人っていないんじゃないかなと思うぐらいうまいと思うんですけど、でもすっごい考えてますよね、はい、もうちょっとこれとこれの違い分かるとかって言って、ちょっと浮いてるのとちょっとだけ沈んでるの、でちょっと逆目、ちょっと順目で砂っぽい砂っぽくない、でもそれの見極めがみんなできないから失敗して、だからその打ち方以前にそれが見極められてないんだよって丸山プロは言ってましたね。なるほど、うん、分かるな、うん、そうか。いや、もうクラブからね、もういろいろとこうまた脱線してますけれど、脱線しかしてないから脱線しかしてないですけど、はい、まあちょっとだんだん尺もこの辺になってあまり長くなるとあれですんで、はいはい、じゃあちょっとね、こう、まあ、この辺で終わりたいと思うんですけど、ちょっとじゃあ次回、はい、次回はじゃあちょっと
今の僕のスイングをちょっと見ていただこうかなと。じゃあ撮って、はいはい、思いますが、ちょっとぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。